2023年7月1日にイギリス国防省が、ウクライナ南部ヘルソン州の州都ヘルソン市の近郊で、ウクライナ軍がドニプロ川を溶かして橋頭保を確保した可能性が高いとの見方を示したよ。また、それを排除しようとするロシア軍との間で激しい戦闘が発生していることも伝えているな。そうだね。さて今回はそんなウクライナ南部ヘルソン州のドニプロ川東岸で激しい戦闘が起きていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。昨年11月に、ウクライナ軍が州都ヘルソン市を含むドニプロ川西岸を奪還して以来、同川に架かるアントニフスキー橋などがロシア軍によって破壊されたこともあり、ウクライナ軍による渡河作戦がいつ展開されるか注目されていたんだけど、今年の6月6日にヘルソン市から 60km ほど上流にあるカホフカ水力発電所のダムが決壊、ロシア軍による破壊と見られているしたことによって、ヘルソン市を含むドニプロ川の下流域に死者が出るほどの大洪水が発生し、ウクライナ軍による渡河作戦は頓挫したものと見られていたんだ。しかし、ダムの決壊から2週間ほどで水が引いたことによってドニプロ川の水位が大きく低下し、ダムの貯水湖などでも渡河作戦を実行可能な浅瀬が出現したことで、ウクライナ軍が各所で渡河作戦を視野に入れていると見られる威力偵察的な渡河を行っているとの情報が出ている中で、ヘルソン市にかかっていたアントニフスキー橋の付近では、6月23日からウクライナ軍がドニプロ川東岸にあるダチという集落に渡河したとの情報があり、ウクライナ軍がドニプロ川の水位低下を受けて渡河作戦の是非を検討しているとされ、そのための橋頭保を確保しようとしているとの見方が出ているぜ。ロシア軍では一時、洪水によってウクライナ軍がヘルソン州で渡河作戦を実施する可能性がなくなったと見たのか、ドニプロ川東岸に配置していた部隊をウクライナ軍が反転攻勢に出ているザポリージャ州やドネツク州に移動させたとの情報があったんだけど、それらの部隊をヘルソン州に再配置しているほか新たな部隊を送り込むなどしてウクライナ軍をしようと27日頃から反撃を強めているとされているね。また、ヘルソン州におけるロシア側行政府トップのサリド氏は7月1日、ロシア軍がドニプロ川を渡ったウクライナ兵に対するミサイル攻撃を実施して多数の死傷者が出たことによって、ウクライナ軍が東岸から撤退したと主張しているよ。そのサリド氏による SNS テレグラムへの投稿によると30日、アントニウスキー橋付近にロシア軍が発射したイスカンデルミサイルが着弾し、ウクライナ軍の戦闘員が少なくとも30人死亡して、十数人が重傷を負ったとしているみたい。しかし、ロシアの軍事ブロガーが30日に、ロシア軍は東岸に上陸したウクライナ兵を排除しようとして失敗したと主張していて、我々ロシア側に多くの死傷者が出ているとした上で、現在も引き続き、ウクライナ軍は我々のドニプロ川東岸に小規模な橋頭保を確保している状況だと述べ、他にもウクライナ軍が橋頭保を確保したとしている情報があり、戦況についての情報が錯綜しているぜ。現在ドニプロ川東岸に配置されているロシア軍部隊は、23日に反乱を起こしたロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊が反乱開始当初に制圧した、ロシア南部ロストフナドヌーにあるロシア軍南部軍管区司令部の所属部隊とされていて、アメリカのシンクタンクである戦争研究所は1日に、この部隊はワグネル戦闘部隊に司令部を占拠されたことの汚名返上のため、ドニプロ東岸の死守が至上命令になっているとの分析を示したね。このドニプロ川東岸のダチで展開されているとみられる戦闘については、27日にロシア側からツイッター上に、ヘルソン州のドニプロ川東岸にあるダチにいるウクライナ軍を、DOS-1A や BM-21 などの多連装ロケット砲システムマースによって攻撃した様子とされる動画が SNS などに投稿され、その際のものとされるロケット弾の発射シーンと、着弾した際の連続爆発の様子を撮影したとみられる動画が公開されているんだ。また、他にもドローンから撮影したとみられる動画もロシア側から公開されていて、ウクライナ軍がダチに上陸していることが撮影された動画では、その人数は約70人ほどであると伝えられ、ウクライナ兵たちが無警戒に歩いている様子が撮影されていることから、
ダチのウクライナ軍部隊は安定した状況下にあるとの見方もあるな。ただし、このダチという集落は、昨年ロシア軍がドニプロ川西岸から撤退する際に爆破されたか、あるいは、攻撃によって破壊されたアントニフスキー橋が上を通っている場所にある集落で、ドニプロ川東岸ではあるものの、その東側にはドニプロ川支流のコンカ川が流れていて、両河川の間の中州上にあるため、ダチからヘルソン州に進軍するためにはさらにコンカ川を溶かしなければならないぜ。このコンカ川はドニプロ川本流よりはるかに川幅が狭く、もしドニプロ川の水位が大幅に下がっているとの情報が真実であるとしたら、コンカ川もかなり水位が低下している可能性が高く、このことから浮橋などを架橋することなくダチの対岸にあるオレシキへ、戦車や装甲戦闘車両などが渡過できるのではないかとの指摘もあり、ウクライナ軍がヘルソン州のドニプロ川東岸地域においても反転攻勢作戦を展開する可能性が高まっているとの見方が出ているよ。欧州各国の宇宙機関が運用している地球観測衛星コペルニクスセンチネル2が、カホフカ水力発電所ダムが決壊する以前の6月5日と決壊後の20日にダム近辺を撮影した衛星画像が公開されているが、その画像を見ればダムが決壊した後のカホフカ貯水湖の水量が一気に減ったことが明らかであり、ダム建設以前の古い河川跡がはっきりとわかるよね。そのため、このカホフカ貯水湖だけでなく、ダムの下流域においても水量が大幅に低下している可能性が高いと見られ、このことでウクライナ軍がヘルソン市の近郊で渡過作戦を実施してヘルソン州を奪還するとともに、クリミア半島を孤立させるか、あるいは侵攻して奪還するとの見方が出始めているんだって。また、このカホフカ水力発電所ダムの決壊による貯水湖の水位低下により、この貯水湖から原子炉の冷却水を取得しているザポリージャ原子力発電所において原子炉の冷却が困難意となり危険にさらされているとの情報が出ているぜ。ウクライナのゼレンスキー大統領は1日に、ロシア軍が南部ザポリージャ原子力発電所を遠隔で爆発させる可能性を指摘していて、ゼレンスキー大統領は、ロシア軍が原発でテロ行為を計画していると訴えており、ロシア側関係者が同原発から撤退しているとの情報もあることから警戒を強めていて、1日にはセイブリューネ原発を訪れて関係者と協議しているよ。このロシア側の原発関係者が原発から撤退しているとの情報は、6月30日にウクライナ国防省情報総局が発表したもので、それによるとロシア軍が昨年の侵略開始当初から占拠しているザポリージャ原子力発電所に駐留している、ロシア国営原子力企業ロスアトムの職員が退避を始めた可能性が高いとしているな。その一方では、ロシア国営タス通信が、ロスアトムスの総裁顧問が述べたとしてザポリージャ原発での監視人員を退避させるような動きはなく、これまで通りに活動していると報じており、人員が退避しているとするウクライナ側の発表を否定した上で、ウクライナによるフェイクニュースであると指摘したぜ。6月23日、ロシア国営原子力企業ロスアトムのアレクセイ・リハチョフ最高経営責任者が、国際原子力機関 IAEA のグロッシ事務局長とロシア西部のカリーニングラードで会談を実施し、ザポリージャ原発について話し合っているものともられ、リハチョフ最高経営責任者がグロッシ事務局長に対して、ウクライナ軍の砲撃を阻止する具体的措置を期待すると述べ、ザポリージャ原発への攻撃はウクライナ軍によるものであるとする主張は変わっていないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。